のところでつまずき、栄光を逃す、と報じ、オリンピック2度の女王ハッサンとボルは、それぞれのレースで自国の金メダルを確実にしたと思われた瞬間、二人とも悲痛な状況に陥った。ハッサンが1万メートルで転倒すると、30分も経たないうちにボルが同じ運命をたどった、として、同情の声が寄せられた。波乱の幕開けとなった世界陸上、残り8日間は、 どんなドラマが待っているのだろうか。厚生黒丸ザダイジェスト編集部デイリーメールは、世界陸上でオランダが20の絶望、金メダル候補の2人がゴールまであと数メートルのところでつまずき、栄光を逃すと報じ、オリンピック2度の女王ハッサンとボルは、それぞれのレースで自国の金メダルを確実にしたと思われた瞬間、2人とも悲痛な状況に陥った。 ハッサンが1万メートルで転倒すると30分も経たないうちにボルが同じ運命をたどったとして同情の声が寄せられた。波乱の幕開けとなった世界陸上。残り8日間はどんなドラマが待っているのだろうか。